はい、こんにちは、水くんです。さあ、ここはどこの駅でしょうかということでね、前に見えておりますね、何かヒントがね。ということで、前は新幹線の高架ですね。ということで、この駅になるんですけど、今日はここの駅に来てね。そう、京都です。はい、近鉄京都駅。さあ、お腹が空いたんで何か食べたいなと思ったんですけど、あ、何か臨時でお店がやってます。ファミマもありますね。さあ、そしてアミノ酸ありますね、ここにもある。そして漬物にしり、これが柿の葉寿司のお店もありますということでね、こうやって、ね、お土産屋さんも結構いろいろとあるんですね。さすが京都、いいっすね。そしてカフェもあります。あら、またファミマが隣にあるって感じなんですけど、この臨時で出店してる和菓子屋さんですね、これちょっと食べてみようかなと。ということで、京甘味渡辺さんが出店しています。駅で、京都駅構内です。渡辺さんですね。で、どうも名物がこの生麩饅頭と書いてる生麩饅頭、これが名物らしいんで、これはちょっと買ってみようかなと思います。じゃあ、生麩饅頭の粒あん、粒あんを3個入りを1つ。はい、ということでね、渡辺さんで買ったんですけど、まあその前にね、ちょっとランチ食っときたかったんで、このアミノに寄りました。で、僕アミノに寄ったら基本的にこのソースカツ丼、ソース鶏カツ丼ですね、これ食べるんですけど、いや、美味しかったですね。やっぱりさすがアミノって感じで、もうこの鶏がね、やっぱり本物ですよ、美味しい。さあ、食べ終わって、これね、橿原神宮前行きの特急なんですけど、2両編成なんですよ。これに乗ってね、先ほど買った和菓子スイーツを食べたいと思います。ということで、2つ買いました。生麩まんじゅうとみたらし団子をね、1本買っております。さあ、どんな味がするのかちょっと楽しみなんですけどね。生麩まんじゅうですよ。はい、ということで、近鉄京都駅を出発。やっぱりね、こうランチでカツをがっつり食って、その後今度は甘みのスイーツですね。いやー、いいっすね。ということで、この近鉄特急の中でこの生麩まんじゅうとみたらし団子を食べたいと思います。さあ、実食です。まずね、生麩まんじゅう、こうささんでくるまれてるんですよね。まあ、これね、と抗菌もあるんですけど、こうやっぱり乾燥しないようにね、こうくるまれてるっていうのもあります。そうするとね、ちっこいの、これプニプニしてます、生麩まんじゅう。これがね、またいいっすね。これ風なんでしょうね、周りが。だいたいね、もち米とか使うんですけど、これが風にくるまれてあんが入ってるんでしょう、中に。ということで、こんなちっこいんですけど、いただきます。伸びるかな、あんまり伸びませんね、これは。でもね、
うん、うまいですよ。あんはうまい。うん、こういう感じでね、ぎっしり中はあんが入っております。パクッと、まあ、二口で食べれます。すんなり食べれます。甘さはね、結構加減がいいですね。甘すぎず、甘くなさすぎず、ちょうどって感じですね。ということで、スポン一口でいけるんですよね。美味しい。こう風のね、食感がね、またいいですね。さあ、そんな中、これ丹波橋の駅ですね。近鉄特急も停車する丹波橋駅に到着。ここまで生麩を堪能したんですけど、これね、やっぱりいい味出しております。何やってんだこれ丹波橋着いたなみたいな感じですね。これ一口で食べてるんですけどね、これがね、これちっこいんですけど、これ1個が250円かね、3つで750円、6個で1500円。ちょっとね、コスパが1個250円であれちっこい。前ね、へんば餅僕紹介しましたけど、へんば餅なんかすごい安かったのに、これはちょっと1個250円ちょっと高いかなという感じがします。ただ3つ完食です。だからこれでね、750円分ですね。さあ、そしてみたらし団子、みたらし団子もこれ大粒ですよ。大粒、めちゃくちゃうまそう。トロントロン、大粒のみ、ただ裏がね白いってことはね、本当に上からあんを塗ってるような感じでしょうね。ドボッとつけてはないですね。そんな感じに思うんですけど、食べてみましょう。パック。じゃあね、ちょっとね、ちょっと硬め。うん。まあ、理想は電子レンジでね、10秒ぐらい温めてくださいってね、いうのは張り紙があったんですけど、まあ、そうも言ってられないんで、中で食べましたけど、こう。ちょっと固めかなっていうか、ただね、このタレはね、もう非常に甘さ控えめのタレなんですけど、いいタレですよ。だからね、僕はもうこの特急列車の中で食べましたけど、余力がある方はお家に帰って電子レンジ温めてもらったら、このね、この生地のところがふにゃふにゃになると思うんでね、ぜひそうしてみてください。これも美味しいですよ。こうタレがうまいからね、やっぱりちょっと温めて食べたいなっていう気はしましたね。ということで、生麩まんじゅうとみたらし団子完食しました。ってことでね、引き続きね、伊勢中川までキロについてるわけなんですけど、今回はちょっとね、生麩まんじゅう美味しいんですけど、ちょっとコスパがちょっとよろしくないかなという印象です。まああれ小粒なのに250円はちょっとね、お高いんじゃないかなという感じが個人的にはします。みたらし団子はね、ちょっと電子レンジでチンしてね、ちょっと食べたいなという感じですね。はい、ということで今日のグルメは生麩まんじゅうとみたらし団子でした。ぜひね、よかったら買ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。失礼します。